人気グループクレイジーキャッツのメンバーとして活躍した犬塚弘さんが。亡くなっていたことがわかりました。九十四歳でした。犬塚さんは。花はじめさん。谷啓さん。植木仁さんだと組んだコミックバンド。クレイジーキャッツとして活躍。千九百六十年代にテレビ番組。シャボン玉ホリデーや。クレイジー映画と称される一連の喜劇映画で人気を博し。 スーダラ節、はいそれまでよなど大ヒットを連発し、一世を風靡しました。犬塚さんの死去により、クレイジーキャッツのメンバーは全員が亡くなったことになります。